ジャパニーズヨガの夏美です。今日は腸腰筋、腸腰筋といえば大腰筋、そして腸骨筋の総称なんですけれど、背骨から足の骨にまで続いているインナーマッスルの一つです。ここの動きを良くしていくというものを紹介していきます。腸腰筋って何なのという方もいるかもしれないので、軽くお伝えしていくと、腸腰筋が働いているとこうインナーマッスルが使いやすくなるので、歩行などそれから姿勢を保持するのにとても役立っている筋肉になります。今日のチェックでは、足上げをしてみて、その足の重さの感覚から、普段どれだけ腸腰筋が使えているか使えてないかというのをやっていこうと思います。さあ、立ち上がって、まず足を上げ下げしていきますね。で、この上げた時にこう背中がこうなってしまうという方は、できるだけ背骨を伸ばした状態で足上げしていきましょう。上がるところまででいいです。高く上げようと思っても上がらないという方は、どのくらい上がるのか、それによって今のこう腸腰筋の使われ方、体でどのくらい使われているかっていうのが分かります。では、チェックができたら早速行っていきます。うつ伏せです。以前にも行ったものですが、拳を、このように置いていきます。今日は、腸腰筋というテーマなので、どちらかというと足の付け根からさらに上って、このおへそを挟んで間、それから苦しくなければこの胃のあたりも優しくほぐしていくというのをしていきます。では手を握って、まず足の付け根からスタートです。少しゆらゆらと揺らしていきましょう。もう少し、負荷をかけられそうであれば、膝を曲げて左右に揺らしながら、そしてこの拳をだんだん上の方にずらしていきます。下腹部のあたりからだんだんとおへそを挟むような位置、少しおへそを挟んだ位置で長めに行っていきたいと思います。もし痛みがあれば、あまり行わない方がいいので、手をずらしながらでいきましょう。で、だんだんもう少し登れそうだなと思ったら、少し上の方までずらします。さあ、また下の方に向かいましょうか。おへそを挟む位置、そして下腹部、では動きを優しく止めて、手もほどきましょう。両手バストの横です。手で床をグッと押して、一度起き上がったら、今度は仰向けになっていきたいので、膝を曲げた状態から割り座にしていきましょう。膝下を外側に出していく動きです。で、両足いける方は両足のまま行きたいんですが、きついなという場合は片足ずつでいいので行っていきましょう。自分が降りれるところまでです。で、できればこの腰を浮かさずに入れるとベストです。で、それでは膝が浮いてしまうと場合、少し浮いてしまってもいいので、腰をなるべく床に近づけるようにしながら行います。では、まだいける場合は手を万歳から肘同士をつかみましょう。で、片足ずつの方は
足を組み替えて同じように行います。眠った英雄のポーズ。でお腹のあたりを触るとこう少し引き伸ばされている感覚が作れるとベストなんです。骨盤とこの肋骨の距離を引き離すという時に、腸腰筋が伸ばされるのでそれをイメージしながらいきましょう。なのでバンザーイや肘同士をつかんだ方が伸びやすくなります。あと一呼吸、鼻から吸って息を吐きましょう。では足をほどいて、左右にゴロンと横になってからでいいのでゆっくり体を起こします。では先ほどの実験をもう一度していきましょう。立ち上がったら足の上がり方確認してみてください。私はすっごい上がるので、もう膝が胸にバンとついてしまうぐらい足が軽くなりました。皆さんはどうでしょうか。さあ、ここでやっと腸腰筋が使える体の状態というのが作れるので、この後にトレーニングをしていくという方が効果的です。ここで終わりにしてもいいんですが、もう少しトレーニングもしたいという方のためにここからは、腸腰筋の働きをさらに活性させるというものを紹介していきます。もう一度仰向けに寝転がっていきましょう。寝転がったら膝を立てた状態からでいいのでお尻をぐっと持ち上げて手で腰をサポートしましょう。この時に斜めに体がなってしまっても大丈夫です。ちょうど肩から肘の方に体重がしっかりかかるバランスにしましょう。首の方ばかりに体重がかかっていると肩首が痛くなる方がいるので自分の体に合わせて、調整してください。ではそこから膝を伸ばしてスローモーションでゆっくりゆっくり足先を頭の先に下ろします。このスローで動かすがとても重要です。で下ろせるところまで降りたらまたスローでゆっくり持ち上げます。ゆっくりゆっくりで視線もおへそや足の付け根に向けてそこを使っている感覚を自分で認識しながら動かしてみましょう。もう一度いきます。スローモーションです。足が降りたらゆっくり時間をかけながら一度だけ行きましょう。足の付け根お腹を意識しながら最後に足が持ち上がってきたら膝を曲げてからでいいので背中の上の方からゆっくり足を下ろしましょう。では降りてきたら膝を左右に揺らします。リセットができたところでゴロンと横に倒れて上体を起こしましょう。さあ、今日は腸腰筋にフォーカスした動きでした。参考になったよという方ぜひグッドボタンで教えてください。コメントやリクエストなどもお待ちしています。ぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーな紬で検索してみてください。